さ、ロマサガレスやっていきますということで、まあ、ガチャ行く前に1個だけね、結構ね、初期の方までいかないですけど、まあ、かなり昔に要望を出していた、まあ、アンケートのたびにもね、要望には書いてますが、ヒットポイントは常に他のステータスと違って、成長するときにプラス1の状態にするっていうのはずーっともう長年言い続けてきたんですけど、ようやく要望が叶いましたね。さすが暁っていう感じで。やっぱロマサガーレースはね、やっぱスキーニーゲームの中でも、まあ、ちゃんと要望はね、比較的叶う方ですよね。まあ、スキーニー側がね、足引っ張ってますけどね。まあ、ちなみにね、ガラハドがね、2連で引けたので、石がね、めちゃくちゃ余ったんで、ちょっとオルロアージュをめっちゃ狙いにガチャしに行って、オルロアージュもね、結構比較的早く、追加でガチャしたら出たんで、さらに、このチューブ編のね、セオを狙いにガチャしました。結果ね、なんかロックブーケ4体のバッハシン2体くらいかな。出まくったんですけど、セオだけ出なかったんですけど、140何連くらいで、セオが出て、まあ、一応なんとか天井ギリギリいかずにね、セオゲットです。今回のこの佐賀のさ、各地方編のガチャ、おおむね欲しいやつはね、全部取れましたね。で、ああ、もう石、次ガチャ来たら石ないなと思ったんですけど、一応まだね、石の配布が結構多くて、この巻き族編もね、まだガチャいけるんで、行きましょう。まあ、ちなみになんかモチベーションね、めっちゃ下がってたんですけど、先月、先々月か、8月とか。やっぱ配布が多いとね、やっぱモチベーション上がりますね。なんか欲しいキャラも引けたんで。なんで結構モチベーション上がってる状態でね、まあ、ずっとやってなかった幻闘場もね、新しく追加された2種類の敵、最終日に慌ててやりました。やっぱ時間かかるんで、全属性とりあえずオートでね、15だけクリアしたって感じかな。まあ、今月ね、20ね、全部クリアしていこうかなと思います。今回はまあ、サンマ貴族ですね。ビルネ以外。ドットやね、フォルネースなんか今までの人型の中で一番いいな。このフォルネースのドットいいっすね。4点。アラケスもね、この人型2回目でしたっけ？なんか前回のアラケスのドットよりいいですね。これも4点。アウナスは、なんかちょっと皇帝っぽくなったアウナス。これはまあ普通かな、3点。イラストはね、もう、ホルネースのイラストもね、結構いいですよ。好きです。4点。まあ、この人にはね、ちょっと他の人もね、書いてほしいなと思いますね。アラケスもいいっすね。うん、普通にうまいと思うな。4点。いいですね。今回いいですね。そして謎にね、毎回イラストが神ってるアウナス。このアウナスのイラストはね、やばい。もう5点でしょ。めちゃくちゃうまいと思います。まあ、これ毎回言うけどね、人外キャラクターっていうのはね、どのエッサーも書くの得意ですからね。いや、めっちゃいいと思います。まあ、性能はね、ちょっとホルネースのなんか評価高かったんで一応見たんですけど、まあ、普通に強いっすね。まあ、持っておきたいなとちょっと思っちゃうかな。まあ、でも、もう必須級かって言ったらそうでもないと思うんで、今強いの多いんでね。で、アウナスは普通に回復技持ってるんでね、そういう意味では欲しいなと思うかな。まあ、でもやっぱ一番狙いはね、まあ、ホルネースって感じですけど、アウナスのね、この斧で回復もね、ちょっと捨てがたいっすよね。まあでもホルネースだな。あ、でもイラスト的にはアウナスが一番欲しいかね。まあいいや、行きましょう。課金しなくなった今のガチャレールは、マックス30連で、何かしらのね、新キャラが出たらもうその時点で終わりというルールなんですが、まあこのガチャに関しては守れそうですね。行きましょう。最近ね、ちょっとロマサガーレスもね、引きがようやく、年の後半に入ってね、ようやく引きが復活してきたんで、まあ、どれかしらの新キャラがね、出てくれるんじゃないかなと思います。出るとしたら、なんかアウナス、アラケス、そこら辺な気がしないでもないですね。行きましょう。10連目。そろそろまたね、石の配布はね、本当に、またしぼまっていくと思うんで。まあ、ガチャルールはね、再び、原始でね、行こうと思います。さあ、20連目です。めっちゃ嫌な予感するな。
SS 何も出ないのはね、寒いですからね。いや、寒いね。頼むよ。うわ。これは、SS0 で終わるパターンかな。頼む。いや、ないなぁ、ね。多分出ないですね。頼む。はい。はい、爆死です。SS0 です。まあね、ちゃんと宣言したんで、ちゃんとガチャルールはね、守っていこうかなと思います。なんか、ホルネウス相性悪いなぁ。なんか毎回弾けないイメージありますね、ホルネウスは。まあでもこのホルネウスに関してはね、まあ多分年末くらいに選べる3体好きなやつ交換券みたいなのもらえるとしたら、でこのホルネウスは結構候補の一つに入ってくるかな。それくらいのね、強性能だと思います。まああとはね、水のね、SS の槍が欲しいっすね。どうしても錬成でさ、水の槍ね、育成頑張ろうと思って結構頑張ってんですけど、なんか水のね、槍武器がね、どうしてもね、強いのできないんですよ。まあ、SS の槍が今現在まだないですからね。まあ、そういう意味ではね、ちょっとホルネウスが欲しい気持ちはね、若干下がるんですけどね。まあそんな感じで、今回30連爆死ということで、ちょっとね、めちゃくちゃ上がってたモチベーションがね、ちょっと下がりましたが。まあ、やっぱね、ロマサガアレスはね、スケーニングゲームの中でもね、まあ比較的いい方のゲームだとは思うんでね、久しぶりにね、高難度ね、ぼちぼち頑張っていこうかなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。